本願寺は、京都州京区にある、浄土新州の寺院である。佐賀本願寺とも、1969年4月、新州大谷派、第24世保守、大谷校長が兼務している、官庁職を、州派の行政機関である内局に諮ることなく、新門である長男、大谷校長に譲るとした、ちょ改新事件により大谷家と内局の対立が深刻化する中で、 教団内で宗派の基本法規である胸のりの改正が検討されるようになった。これは主に従来別の宗教法人であったために、宗務の方針に齟齬が生じた本山と本願寺と宗派を統合して一体化すること、従来大谷家当主が艦長、本守本願寺住職を兼務することによって、宗派の代表権と本山の代表権を私物化していた、保守性を改めて、 宗派と東本願寺のすべての権限を同法の抗議討論に基づいて運営される大谷派教団に一本化すること以上の2点を目指したものであった。東本願寺の財産と権力を独占できる旧体制に固執していた大谷校長はこのような改革派による州務の正常化に対して危機感を募らせ1978年に 東本願寺の新州親派からの離脱を宣言して、法的な手続きを取り、内局の介入を廃した独自の運営をすべく、独立本願寺の事務所を設置した。その後、党の東本願寺の州派よりの離脱は、1980年に、大谷屋川の保守大谷校長、裏方、大谷智子、四男。 大谷通る道の三者と宗派側との間で結ばれた即決和解により法的な独立は断念されたもののその後も宗派側の和解事項が遵守されなかったと主張する戦場のもと独立本願寺の事務所は本願寺事務所として東本願寺の内寺にそのまま存続を続けた1981年の大谷派の新しい胸乗制定により大谷派は 門主制度へと移行したが、それを認めない、大谷校長は、文首への就任を拒否して、新州大屋派から手当を受け取りながら、東本願寺保守として、独自の宗教活動を続けた。1993年に、光徹が宣言すると、四男、大谷徹堂が遺言によって、大谷家当主並びに、東本願寺の内寺にあった光、徹の事務所を継承し、 さらに光徹が大谷派と所有権をめぐって争っていた445点の東本願寺の方法物の訴訟を引き継ぎ、1999年10月22日の最高裁による宗派側の上告規格によって宗派が持つことが望ましいとされた国宝と重要文化財の指定を受けていた30点余りを除く大半の方法物の所有権を獲得した。 その後2005年に新州大屋派との間で内寺の居住権をめぐっての和解が成立し内寺を立ち退いて明け渡し新規に獲得した佐賀の地に移転した2007年には京都府より宗教法人本願寺として宗教法人の認証を受け2010年には本堂を落計した佐賀の本願寺の公式の見解では第24世 大谷校長宣言後遺言により東本願寺を継承した25世、大谷光堂が2005年に東本願寺の寺本をカラスマ市場から佐賀に移転したということになり、東本願寺着流を名乗っている。現住職は、第25世、大谷光道。大谷家当主、本願寺保守と称す。新門は三女の大谷照るありがとうございます。